どうも、イルザガイのジャマイカです。はい、で、今回なんですけども、ついに来ました。皆さん、ついに来ましたよ。プロゲーマーってします？プロゲーマー。まあ、結構ゲームで食っていってる人たち、プロゲーマーっていうことが多いと思うんですけども、まあ、今回まさになんと、この荒野行動から、プロゲーマーが誕生する予感でございます。はい。ということで、こちらについてご覧ください。どうぞ。荒野に夢を、夢を行動へ。ということでね。はい。まあ、この辺は何言ってるかわかんないですけど、荒野チャンピオンシップというね、まあ、何回か開かれてる、すでに。どんくらいだろう？ 2、3回かな？もっと開かれてるかな？まあ、ちょっとあんま詳しくわかんないんですけど、何回か開かれてる荒野チャンピオンシップっていう、まあ、大きな大会っていうのがあるんですけど、まあ、こちらがですね、なんと今回、全プレイヤーが共に作る賞金プール、最大1億円ということで、まあ、これは賞金の最大総額が1億円っていうことでいいのかな多分。まあ、ちょっと詳しくはまた後ですぐ動画で確認するんでね、もうちょっと待ってください。そしてもって、こちらですね、プロライセンスによる戦隊投資、1億円以上。で、これはつまり、これつまり、総額2億円なのか分かんないけど。でもちょっとこちらに添付されているちょっと動画軽く見ていきますか。まずもう行きましょう。行こうやーってことでね。はい、これチャンピオンシップの映像になるのかな。はい、あー、これ懐かしいですね、チャンピオンシップの映像。まあ、こんな感じでね、結構スマホでチャンピオンシップの大会が開かれてることが多いのかな、多分。スマートフォンが端末ですね。iPad はなんか公式では使えないみたいな。はい、ここです。ここ。来ました。プロボーナス1。はい。まず、最大1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、1億円の賞金プールってことでね。はい。まあ、賞金プールっていうのはまああれだね。ただ賞金総額みたいな感じかな、多分。最大賞金総額みたいになってると思います。まあこれに関してはね、ちょっと荒野行動内でなんかいろいろイベントがあるんですけど、まあ、それもちょっと後で紹介しますね。はい、こんな感じですね。期間内に全プレイヤーからの協力により、1億円が最大賞金として出るよって感じですね。で、全国優勝が多分その中からかな、その中からは分かんないけど、最大3000万円賞金ということで、これがプロボーナス1でしたということですね。はい。で、今の賞金に関してなんですけど、このイベントですね、このイベントの荒野チャンプってところが今新しく来てるんですけど、これのね、この賞金プールを支援っていうのがあるんですけど、ここからどうやら、あれですね、賞金が増えていくらしい。まあ、多分荒野やってるユーザーの方からしたら、まあ、メリットといえば、まあ、この辺かな、下にある支援の回数によっていろいろゲットできるんだけど、今回ね、この栄光節勲章5個もらえるんで、結構もらえますね、今回に関しては。まあ、あと、バトルパス勲章も3個もらえるんでね、なかなかお得かな。で、これなんですけど、これね、通常マッチで、またしてもなんか、アイテムが落ちてるらしいんですよね。なんかよくあるやつ。またしてもアイテムがその辺落ちてるらしいので、通常マッチで行って、まあ、そのアイテムを拾ってきて、で、この画面。で、この画面に行って、支援ってボタンから支援していくっていう感じですね。支援カップっていうものが手に入るっぽいので、こちらで。で、噂によると、なんかね、これあんまり落ちてないらしいんだよね、この支援カップっていうのが。だから、賞金上げさせる気があまりねえのかっていうふうには、ツイッターでは結構言われてますね。まあ、なんで、とりあえず、こういうのやってるよって感じですね。はい、そして話は戻り、プロボーナス2つ目、荒野プロライセンスからスタートしましょう。はい。はい。はい。ここかな？ごめん、マロ、使う気はなかったんだけど、なんかいたね、マロが。うん。ごめんな。なんか、顔、全ゼロで隠れてね、かわいそうに。ということで、年間2500万円の発展資金ということで、発展資金というのは何なんだろうね。まあ、かな？プロライセンスで契約を結んだら、その年間2500万円まで支援してもらえるのかな？多分。まあ、発展資金っていうぐらいだから、まあ、多分配信機材とか、まあ、いろいろ全部支援とかもしてくれるのかもしれないですね。まあ、これに関してはあんまよくわかってないです。はい、そして、はい。これですね。個人年収300万円以上保証ということでね。これめちゃめちゃ良くない？これめちゃめちゃ良くない？まあ、多分年間契約かなんかで個人の年収が保証されるってなかなかいいでしょう、これ。しかも300円はやばいな。しかも300万円以上保証されてたらもう余裕で生きていけるのでは？まあ、だからプロゲーマーになるとしたらこれの年収プラス、その自分で、まあ、ストリーマーとしても、プロゲーマー兼ストリーマーとして活動してったら、まあ、さらに生活が安定するっていう感じになるんじゃないかな。まあ、これだけでも普通に生きていけそうだけどね、全然。素晴らしいプロライセンス、荒野行動のプロゲーマー。そして専属アイテム、ゲーム内のものが増えましたよって感じですね。安定な収入、プロの名誉、荒野チャンピオンシップ。
ってことでね、はい、最後のバグって音ないですが、まあ、この辺は前回のチャンピオンシップかなんかの上位チームなのかな、わかんないけど、いろんなチームの、まあ、スペシャル専属アイテム、まあ、パーカーと T シャツですね、ゲーム内でこういうのが実装されるよっていう感じになってますね、はい、って感じでございます、まあ、安定な収入プロの名誉ということでね、はい、ついに荒野行動さんにプロライセンスが登場、プロゲーマーが誕生なんですよね、楽しみになってくるんじゃないですか今後が、まあ、ってことでこの気になるチャンピオンシップなんですけど、まあ、どういう仕組みなんかっていうと、まあ、これねこの一応この右側にボタンが出てます今チャンピオンシップでハートのボタンを押していただくと多分出てくるんですけど、これですね荒野チャンピオンシップ2021夢の道がついに開催ということで、賞金プールが上限1億円ですね、1億円を結構押してきますね、全国優勝の賞金が確か3000万とかだったから、もう他にもなんかいろいろ使うのかな、多分この賞金プール上限1億円っていうのは1億円一気にドーンって入るわけではないよね、多分プロチームへの夢は今近く美しく手が届くってことで、ついにプロチームが荒野行動のプロチームプロゲーマーたちが指導していくっていう感じになるんじゃないですか、まあ、今までね結構言われてきましたけどもe スポーツチームかっこわらとかなんかいろいろ言われてきましたけども、はい、プロゲーマーかっこわらとか言われてましたけど、まあ、今回ねこの荒野チャンピオンシップにてかっこわらが取れていくんじゃないかなと思われますね。そしてエントリー、5、6人のチームを結成し、隊長により大会エントリー可能ということで、これはですね、戦隊ですね、戦隊。戦隊を組んで戦っていく。まあ、これですね、戦隊。僕は今すでに入ってるんですけど、戦隊。この戦隊を組んで、試合にエントリーすることができますと。で、仕組みが結構めんどくさいんだよね、これ確か。あ、これ書いてあるね。はい。オンライン予選、3月22日から4月11日ということで、結構すぐだね。あ、え、めっちゃすぐじゃん。計3週、毎週50チームが進出ということで、150チーム進出かな、これで。ほんで、その後4月12日から4月18日に予選突破戦ということで、まあ、150の中から12に絞るってことかな。で、東、西日本決勝戦ということで、まあ、決勝戦が行われて、最後5月29日から5月30日で、荒野王者決定戦ということでね。はい。4回かな？計4回なのかな？で、1位が決まるのかな、多分。ちょっとあんま詳しくわからないんですよね、申し訳ない。僕もチャンピオンチャンピオンシップに今まで出たことがなくてですね、まあ、今回ちょっとはチャレンジしてみたいなと思ってるんですけど、まあ、もし出る予定があれば応援よろしくお願いいたします、お願いしますということで、ボーナスこちらですね、荒野王者チーム最大3000万円ということで、最終賞金プールの 30%、まあ、最大3000万って感じですね。でこれが基本賞金2000万円プラス最大8000万円ゲーム内助力、これに関してはちょっとよくわからないんだがちょっと意味がわかんないですね、わかんないですと。でこれが荒野プロライセンスカスタム衣装アイテムパックってことで、あれかな、プロになったら、まあ、普通にライセンスももらえるし、あとゲーム内で、まあ、専属というか何でしょうね、オリジナルアイテムみたいなのももらえるんじゃないかな、作れるんじゃないかな、多分そういう仕組みになってるんじゃないかなと思います。でこれ予選のエントリー期間が3月18日から4月11日までって書いてあるんで、まあ、結構長そうですね。だからさっきのこのオンライン予選の期間中はとりあえずいつでもエントリーはできるんだけど、なるべく早い方がいいのかな、これは。まあ、多分ポイント獲得数みたいな感じにはなると思うんで、ちゃんと落ち着いてやりたいよって方は早めにエントリーすることをおすすめします。はい、ということでいかがでしょうか、今回はですね新しく荒野行動にプロゲーマーが誕生するということでね、今回はね注目して取り上げさせていただきました。まあ、今後どうなるかっていうのは多分公式さんからね発表があると思いますので、もしよかったら公式さんのツイッターの方追ってみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。